アグレミーナ浜松田中智樹選手です。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。今日はホーム開幕戦ということで田中選手も特別な思いがあったかと思います。はい、今日はどのような気持ちで挑まれましたか。えっとホーム開幕っていうのもあって、そのみんなで四戦に入れようっていうのを目標に頑張ってたんで、まあ、入らなかったですけどいい試合にしましょうっていうのはみんなで話しました。 今日は開始直後にアクシデントによる先生を許しながらも後半見事同点に追いつきました。ここから一気に攻撃のスイッチが入ったかと思います。えー、あのシーンを振り返ってみていかがですか。そうですね。最初に十一番の中村祐介が退場になって、まあ失点されて、後半あの山本が同点にし,してからそのすぐ。 いつもだったら点取,られ取り返されちゃうんですけどそこでまあみんながその選手スタッフもそうですけど1回あの気持ち入れ直して戦えっていう言葉が出てたんでその辺ではすごい落ち着いてたかなとは思います今日は2000人以上のサポーターがこのアリーナに集まりアグレミーナコールが響き渡る中でのプレーでした。サポータータの選手は声援は田中選手にも届いていてましたか そそうですねその中でピッチで立ってると指示が聞こえないぐらいやっぱりあの声が出てたんですごいだろう嬉しい思いもあったし指示聞こえないからどう守っていいかなっていうのもありましたけどすごいやっぱあの力になったと思います。 今日は悔しい結果となりましたが、えー、最後の最後まで結末がどうなるのかわからないそんな期待を持たせてくれるような試合でした、えー、すぐ来週には F リーグ選抜戦そして再来週にはまたホームバルドラル安戦も控えています試合に向けての意気込みをお聞かせください。はいえーっと F、リーグ選抜次ああのー、名古屋ででるんですけど、まあ、それに 勝ってホームを迎えれると、またそのお客さんだったり、あの見に来てもらえるのかなと思うし、自分たちはそこにあのかけないといけないんで。ぜひ次は勝ちたいなと思ってます。アグレミーナ浜松田中智樹選手にインタビューでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。